今日の一列勝利は藤本匠氏です。おめでとうございます。ありがとうございます。いや、すごい切れやすでした。そうですね、ちょっと初めて乗ったんで、平均降りたら平均調べて消えたんで、ここまでなかなかそのあたり結果が出てなかったっていう点です。まあ初めてっていう話ですけど、なかなか障害が切れてなかったっていうところだと思うんですけど。そうですね、今日はうまく切ってくれて、はい、あとはもう直線しっかり歩いてくれた。降りればやはりこういう馬なんでしょうか。そうなんですね、僕もちょっと初騎乗なんで、ちょっと手探り状態で行ったんです。はい、今日馬場水分 2.4% かなり高めなんですけども、そのあたりはいや、本当に馬場は軽いです。直行ってことは転がりそうです、ね、いや、それはちょっとわかんないですけど、作戦によってはそうです、ね。はい、あと今日はツアーのお客さんが来てるんですけども、番芸系はどのあたりが見どころですか。そうですね、やっぱり荷物を引っ張って一生懸命走る姿を見てほしいです。はい、わかりました、ありがとうございます。